実は小説よりきなりタイム、始まりだぜ。始まりだわ。今回は絶海の孤島だね。すごく海が綺麗で美しい島なんだわ。ここはどこなんだ？ここは東京都から南に遥か1000キロ、小笠原諸島に浮かぶ島、父島。そしてここでは戦時中に恐ろしい事件が起きたぜ。こんな綺麗な島で何があったんだ？硫黄島も近そうだし、米軍に集中砲火とかされたのかしら？日本軍による人間が人間を食う事件だぜ。人間が人間を？こんな孤島だから補給物資もなくなり、飢餓に苦しんだ末に食べちゃったのかな。それが父島で起きた人肉事件は非常に得意で、食料に余裕があったにもかかわらず食った点なんだぜ。食うに困ってないのに食べたのか。この島の日本軍はどうなってるんだ？何がどうなって共食いなんてしたんだ？閉鎖された絶海の孤島で一体何が起きてたんだろう。怖いもの見たさで気になってしまうんだわ。何が起きたのか解説お願いするわ。よっしゃ任せろ。ほんじゃしきみ、いつもの頼む。この動画はゆっくりぷーチャンネルの提供でお送りします。さて、絶海の孤島、父島で起きたおぞましい事件。1944年7月、サイパン島が米軍により陥落。大本営は次なる標的を硫黄島と予想し、硫黄島にあの栗林中将率いる第109師団約2万名を投入。その際、本土から硫黄島への中継地点となる父島に陸軍約9千名、海軍約6千名も入り、島民を疎開させ島を要塞化していたぜ。ここでこの島の事件解説に登場する人物を紹介しよう。陸軍側は旅団長立花義雄少将を筆頭に、的場末雄少佐、堀江義孝参謀、寺木忠軍医。海軍側は森国蔵少将を筆頭に、吉井静雄大佐、末吉実郎大尉。この中で堀江参謀は硫黄島の栗林中将の優秀な部下で、父島の補給任務統括と作戦指導執行権も与えられ、100名の兵隊と共に父島へ送り込まれたんだぜ。堀江が父島に赴任して直後、すぐに異変に気づく。父島での人間関係は非常に悪かったんだぜ。特に立花少将、的場少佐は素行が非常に悪く、部下の将校や兵士たちは怯えていたんだぜ。立花少将は軍人としても相当おかしく、栗林中将に立花に父島を任せるわけにはいかないとまで言われるほど、人間性では知らんで部下を道具のように雑に扱い、兵隊たちを卑しい存在として蔑み、威張り散らし、思いやりのかけらもない性格だったぜ。また陸士卒かつ目立った功績もなかったためか、堀江のような陸大卒を常に毛嫌いしていた。そして的場少佐はさらにヤバい人物だった。的場は当時としては巨漢の身長180センチ、さらに複数の武道の有段者という経歴もあり、威圧感があった。的場少佐は非常に気性と酒癖が悪く、部下をボコボコにしたぜ。父島の軍医らは敵ではなく上官に殴られた負傷者の手当ての方が多いと思うほど、瀕死になるほどの暴力を頻繁にしていた。さらに史跡ではシンガポール配属時の武勇伝を話すのが好きで、山下司令官や辻参謀を神のように崇拝し、的場自身も大活躍したと話していたが、実際は無謀な突撃で無駄な犠牲を大量に出すわ。山下司令官以下出席の英社会に泥酔状態で出席し、会場で大暴れするという大失態から赴任1ヶ月で本土へ戻されるという、武勇伝とはかけ離れたひどい経歴があった。そんな現状に不満を持つ立花と的場は父島で意気投合。お互いを親父、お主と呼び合う仲になり、癖の悪い2人が主導権を握ってしまったんだぜ。そんな中で堀江が権限を与えられたといっても、20歳以上も年上の乱暴者の上官、さらには海軍もいる。堀江参謀は非常にやりにくかったようだ。この最悪の人間関係が今回の事件を引き起こしていくんだぜ。なんという最悪の巡り合わせ。上官とその部下がタッグを組んでパワハラしまくるのか。大本営の人事でこうなってしまったんだろうけど、栗林中将はこれを見越して堀江参謀を送ったのね。さすがとしか言えないけど、実際はうまく制御できなかった。こんな環境なら暴走を誰も止められそうにないわね。そうなんだぜ。普通軍隊では下の者が暴走し
上官がいさめるんだが、七島では上官が率先して暴走していくんだぜ。最初の事件が発生したのは1945年2月23日から25日、七島司令部で酒宴が開かれたが、酒の魚が足りぬと上層部が文句を言い、立花は昨日処刑したアメリカ人の肉を使えと命令。立花は以前から敵は獣と同じと言い、人を食うのも悪いものではないと言っていた。繊維高揚と称した単なる好奇心が原因と思われるぜ。そして的場少佐は軍医に対し、昨日処刑した米兵の肉と肝を大至急届けろと命令。この二人に逆らえばどんな仕打ちを受けるかわからないので、軍医らもしぶしぶ遺体を掘り起こし、肉と肝臓を取り調理担当者に渡して料理酒宴に出された。この時立花はこれはうまい、おかわりだと発言。的場も危機としてこの肉を食べていたが、部下らは彼らの機嫌を損ねないよう無理やり食したぜ。これ以降人を食う事件が発生していく。数日後、捕らえた米兵を木に縛り付け、部下らにボコボコにさせただけでなく、立花自らも暴行。そうして処刑された米兵から肉と肝を取るように指示し、酒宴の席に魚として出したんだぜ。この酒宴には堀江参謀は呼ばれなかった。陸大を出ていない立花、的場にとって権限を与えられた年下のエリート参謀は鼻についたようだ。その証拠に立花、的場からの堀江参謀へのひどい仕打ちがあった。堀江参謀は捕虜にした米兵から情報を聞き出そうと勉強した英語力を発揮しようとしたが、全く通じないし聞き取れないことがあった。これに落胆し、その捕虜を英会話教師として保護し、毎日猛勉強の末に英会話が上達し、米軍の情報も聞き出せた。そして生活を共にするうちに、この米兵と友情が芽生え、お互いに戦争が終わった後の夢を語り合うまでになった。堀江参謀はこの米兵を父島から逃がすために本土の収容所へ送ろうとしたが実現できずにいた。そんな折、栗林中将率いる硫黄島が陥落。それに伴い小笠原方面の指揮官がなんと立花になったんだぜ。今までは堀江参謀は栗林中将の直属だったため、そこまで口出しされなかったが、硫黄島陥落後、堀江は立花の直属に編入され、ついに立花、的場による堀江いじめがエスカレートする。堀江が信仰を深めていた米兵を引き渡すよう命令。敵側情報を聞き出すため必要だと食い下がるも、強制的に連行され、すぐに処刑、肉として解体されたんだぜ。この時の的場による口頭命令が戦後の裁判で提出されている。大体は米人飛行家ホール中尉の肉を食したし、カムリ中尉はこの肉の配給を取り計らうべし、軍医は処刑に立ち会い、肝臓、胆のを取り除くべし、この肉は的場の隊の宴会に運ばれ、将校らに食べさせたという証言があるんだぜ。この宴会時、自室にいた寺木軍医は呼び出され、的場の隣に座らされた。そして先ほど自ら解体した肉を無理やり口に押し込まれた。食べなければ的場にどんな目に遭わされるかわからないので、食べたふりをして便所に行き激しく嘔吐したという。他にも人間を食っていたエピソードがあるぜ。捕らえた米兵を日本刀で処刑した後、軍医に内臓を取り除かせ、肉は細かく切り刻まれ、それを味噌汁に入れさせ兵の食事に出された。もちろん食べないという選択肢はないんだぜ。また海軍の吉井大佐は肉を自室で干して食べたり配っていた。もう上層部が完全におかしかったんだぜ。人の肉や肝を危機として食べるって、どんな精神状態ならそうなるんだ。これをうまいと言って何度も食ってるところが狂気だわ。それを隠そうともせず部下にも強要、地獄のような環境だね。この地獄はいつまで続いたんだろうか。暴君のごとく傍若無人に振る舞っていた上官たちだが、彼らの悪行も終戦とともに終わるんだぜ。1945年9月頃、アメリカ艦隊が父島を訪れ正式に降伏。この時米軍からこの付近にパラシュート降下した兵士が数名いるのだが、彼らはどうなっているのかと質問された。堀江参謀は全員防空壕内で米軍の空襲により死亡したと回答。実はアメリカが来る前に父島の日本軍内で口裏合わせをしており、証拠のために米軍兵の墓まで作っていたんだぜ。
米軍もその場では納得した素振りを見せ、10月には兵隊たちを次々に本土へ復員させていった。だが上層部と的場大隊だけは復員が許されず残るよう命じられたぜ。実は米軍は本土へ戻った兵隊らから証言を集めていたんだぜ。兵隊たちは立花や的場らから散々に痛めつけられていたため、米軍に対して次々と父島でのことを喋ったんだぜ。立花や的場らは今までのように観光令が有効だと考えていたようだが、すでに軍隊はなく、お互いただのおじさん同士ということを分かっていなかった。自分たちの酒まで全部飲みやがった。的場のやつに3発も殴られた。やつらのすることは人間じゃないなど、父島の状況が明るみになっていった。兵隊らはあれだけ大元相互に酔っていた連中が今や顔面蒼白、命乞いだけしか考えぬつまらぬ男になったと、もう散々に立花や的場を罵ったんだぜ。こうして集めた証言をもとに米軍は、父島でのおぞましい行為は全て分かっている、この行為は上層部による指導だろうと詰め寄った。そして上層部への裁きが下っていく。グアム裁判での結果、陸軍の立花、的原5名が絞首刑、5名が終身刑となった。あれだけ威張り散らし暴力を振るっていた立花、的場には恐ろしいことが待っていたぜ。判決から執行までの1年間、彼らは米兵から連日連夜の激しい暴行を受け続けたんだぜ。仲間を食ったというおぞましさと怒りをぶつけた。彼らは死刑台に立った時は瀕死の状態で見るかでもなかったというぜ。なんでそれでうまくいくと思ったんだ。あれだけ恨みを買ってたらリークされて当然でしょ。戦争が終わって軍が消滅したのに、まだ上下関係が有効と思ってたのがおめでたいわね。こんな非道なことをしてたんだもの、適切な処罰が下って当然なんだわ。この父島事件は非常に得意で、飢餓に陥っていないのに人を食ったんだぜ。父島では終戦時ですら兵隊一人に少なくとも毎日米3合は食えた。本土の国民よりはるかに恵まれた食糧事情で、しかも空襲も激しくなく割合平和な島だった。にもかかわらず好奇心から人を食うという信じられないような残虐なことが起きたんだぜ。太平洋戦争中の日本では捕虜は悪という感覚を植え付けられ、米兵捕虜に対しても正しい扱いができなかったのではと言われているぜ。それに加えて軍隊の上官は絶対的存在とする風潮、誰も逆らうことはできなかったのだろうな。好奇心で人を食うってのが考えられないわ。父島の閉鎖環境に加え日本軍の風潮や上官の人間性、いろんな条件が重なって起きた事件だったのね。現代でも特定の条件が重なれば発生してもおかしくないかも。本当に恐ろしい話だったわ。今回の動画はここまでだぜ。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。 Twitter リンクもチャンネル概要欄にあるので、よければフォローお願いします。ほんじゃ、バイバイ。